最初のタイトルはレートン7です。世界で1550万以上の累計出荷本数を記録したレートン教授シリーズですが、本作はレートン教授シリーズのただのパート7ではありません。レートンの世界観とスマートフォンを使って全く新しいゲーム性を生み出すことを目標にしたプロジェクトとなっております。世界中で人気を博す人狼というテーブルトークゲームをご存知でしょうか。これは僕も大好きなゲームの一つなのですが、本作品はこのゲームにヒントを得た全く新しいスマホのゲームとなっています。では内容をご説明したいと思います。専務取締役 CTO 赤坂康博。はい、今回のレイトンは最大7人で参加できるテーブルトーク推理ゲームです。プレイヤーはレイトンの世界の魅力的な登場人物を演じて、人になりすました吸血鬼を会話で探し出すゲームです。演じるキャラクターを選ぶと、そのキャラクターには吸血鬼や占い師などそれぞれの役割が与えられます。どれが選ばれるかみんなには分かりません。さあ、今回は吸血鬼になるのか、はたまた騎士になるのか、吸血鬼を探し出すゲームが始まります。ではゲーム画面をご覧ください。ゲームの最初で役割が決められます。役割によってゲーム中の立ち回りがガラッと変わりますので、どの役になるか毎回楽しみな瞬間です。今回は占い師です。この占い師は吸血鬼を突き止めることができますが、それを他のプレイヤーにどう伝えるかがポイントとなります。プレイヤーはキーワードを選択しながら会話を繰り広げます。はい、会話のきっかけとしてシステム側からさまざまなヒントが出されます。このヒントをもとに誰かを疑ったり疑われたりします。はい、この場合みんなが最初に直感で指摘したことに対してどれくらいの正解者がいるかをシステム側が教えてくれています。ゲームはこのように会話が行われ展開されます。まあ、ちょっとゲーム画面だけでは伝わりにくいかも思いますが、いろんな人を疑ったり、先ほどのヒントをもとにゲームが行われています。はい、かなりテンポよく会話が進んでいくので大変そうですが、慣れれば思い通りの発言ができるようになります。はい、このようにキーワードを選択してセリフを選ぶだけで簡単に発言することができます。はい、このように、慣れるとですね、推理に集中してゲームを行うことができるようになっています。またたくさんのキャラクターがいることもこのゲームの魅力の一つです。キャラクターごとにセリフの口調が変わったり、特殊なスキルが使えたりします。はい、例えば吸血鬼の襲撃から身を守るスキルなど、さまざまなスキルを使用でき、ゲームを有利に進めることが可能となっています。制限時間内に一生懸命会話を繰り広げているところです。はい、一定時間会話が過ぎた後は吸血鬼を言い当てる投票の時間となります。会話の中からヒントとなるようなネタが出なかった場合は、まあ、当てずっぽうで答えるもよし、不確定な小さなヒントをもとに言い当てるもよし、好きに回答することができます。夜になると役割ごとに割り当てられた特殊な能力を使うことができます。占い師は任意の誰かを占って吸血鬼かどうかを判定することができます。はい、この場合は見事吸血鬼を見破りました。自分はこれで吸血鬼の正体を知ったこととなりますが、吸血鬼を追放するためにみんなにこのことを教える必要があります。はい、今度は吸血鬼が村人の誰かを襲いました。村人の人数が一定以下になると吸血鬼側の勝利となります。そうなる前に村人は一刻も早く吸血鬼を追放することが目的となります。どちらかが勝利するまでゲームは続きます。このようにレイトン7では会話により推理を楽しむゲームです。遊ぶたびに毎回違った展開を楽しめます。今後の展開にご期待ください。はい、以上がレイトン7のゲームプレイ画面となります。レイトン7は iOS、Android で2015年夏サービス開始予定です。